株式会社アデランスは日本にて創業し世界に展開する総合毛髪のグローバルリーディングカンパニーでありウィッグのほか、同社が展開する男性向け育毛マッシケサービスのブランド名でもある名称はフランス語で接着付着を意味するアドヒアランスに由来するものである日本ではアートネイチャーと並ぶシェアを誇る総合毛髪企業のトップメーカーとして君臨し また、近年は、ヘアスカルプ事業、美容事業、ヘルスケア事業、芸能用のウィッグや、ヘアーメイキングなどにも取り組んでいる。欧州への事業展開やアジア展開、北米では、樹下食網及び、医療毛髪再生のボズレー社や北米最大の、トータルヘアソリューション企業である、ヘアクラブ社を、グループ化しており、総合毛髪のグローバル企業である。また、 積極的に CSR を推進し、円形脱毛症や抗がん剤で脱毛している子供たちに40年以上、医療用ウィッグを無償提供している。また、大学との産学連携の皮膚、毛髪研究を積極的に実施している。創業は1968年。近年では女性向けウィッグが、売り上げの6割を占めている。 2007年9月3日に会社分割により持ち株会社制に移行したため株式会社アデランスは株式会社アデランスホールディングスとなり会社分割により新設された株式会社アデランスは株式会社アデランスホールディングスの完全子会社であった2010年9月1日に組織改編を行いフォンテーヌ株式会社と共に持ち株会社の株式会社 アデランスホールディングスへ、吸収合併され、株式会社、アデランスホールディングスは株式会社ユニヘアへ、称号変更した。しかし、上記の新社名が、世間に浸透しなかったことや、創業の原点回帰などを理由として2011年7月1日に、株式会社アデランスへ社名を戻し現在に至る。2016年11月30日、 投資会社インテグラル参加のアドヒアレンス株式会社による株式公開買付が成立。同年12月6日付で議決権所有割合にて74.80%の株式を取得した。2017年2月15日に株式併合が行われ株主がアドヒアレンス株式会社と代表取締役の根本信夫のみとなった。カタカナ表記で 赤のコーポレートロゴで知られる株式会社アデランスは2009年11月から12月にかけブランド名の変更を行った。まず11月16日に女性向けブランドであるレディスアデランスがアデランス参加のフォンテーヌとブランド名を揃えフォンターネに名称変更。って同年12月8日には男性向けブランドのアデランスもアデランスに変わり シンボルカラーが淡いブルーとなった株式会社アデランス並びにアデランスホールディングスのコーポレートロゴマークも同じロゴに変更。このため従来アデランス店となっていた直営サロン名称のうち男性向けのアデランス女性向けのフォンターネを両方扱う業態についてはフォンテーヌクチュールアデランスにどちらか片方を扱う店舗についてはアデランスまたは フォンテーヌクチュールにそれぞれ名称変更した。その後、大株主である米国ファンドが招聘した経営陣により、会社名を株式会社ユニヘアにしたが浸透せず、結局は変更前の初代ロゴに戻されている。変更後も男性ブランドアデランスのブランド名は維持されているが、三代目ではカタカナ表記とは別のブランドロゴも制定された。 フォンターネの CM 出演者はフォンテーヌを参照。現在イン2012年2月よりクレジット表記をアデランスに変更。該当の番組はアデランス、アデランス、アデランス、アデランスイブ、フォンターネと幾度かのクレジット表記の変更を経て初期のクレジット表記に戻っており、テレビ CM の内容はフォンターネのブランド名で展開する女性向けである。 2021年現在放送中ではあるが近年、提供番組が少なくなり、週替わりが多くなる。上記の3番組では、赤のカラー表示となっている。2009年10月以降は、思いっきりドン、朝だ、生です旅サラダ、バンバンバンと、昼帯、お交番一部の CM 枠を刷新している。と、土曜ワイド劇場に、バンバンバン分はかつて提供していた。 しっとこ。にで戻り。昼帯。分は、月曜、ゴールデンとひとし松本の丸々な話男性用かつら中心へ、提供枠を分散。など。その他、フォンテーヌと同様に、ローカルセールス枠や、スポット枠に30秒 CM が流れる場合もある。過去 in、提供クレジット表記が、アデランスイブ名義。 ABCDF 株式会社アデランス第52期決算広告2009年1月14日テレビ朝日系しるしるみしる内情報から称号変更のお知らせアデランスプレスリリース2011年7月1日アドヒアレンス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の移動に関するお知らせ アデランスプレスリリース2016年11月30日株式併合及び定款一部変更にかかる承認決議に関するお知らせアデランスプレスリリース2017年1月21日 ABCDE 出演したアデランスは誰でしょうバージョンが第63回広告電通賞にてテレビ広告電通賞 最優秀賞、キャンペーン賞の三賞を受賞。セクハラ訴訟、1300万で若い、アデランスの元女性従業員。西日本新聞。オリジナルの2015年2月25日時点における、アーカイブ。 h t t p s w a v e a r c h i v e o r g w a v e 2 0 1 5 0 2 2 5 0 8 0 6 4 5 h t t p w w w n i s h i n i p p o n c o j p n n p n a t i o n a l a r t i c l e 1 4 0 3 9 6 2 0 1 5年2月25日閲覧 日本の工業製品メーカー桂ツ店アベランス。ありがとうございます。